けなくて今日しか空いてないって言われて、まあ、偶然でございましたけど日にちが良かったのかなということで、後ほどシャンパンも出るそうでございますのでよろしくお願いいたします。本来ですと、それでは南波隆さんからスピーチをお願いしたいと存じます。我々が日頃何の意識もせずに話している日本語そのものが彼らにとってはものすごい難しいものとなります。乾杯。乾杯。ありがとうございました。出来たてのカップルのような